久々に泊まりに来て眠たいなんて言うなよな。あ、こないだ地元の友達と一緒に遊んだんだけどさ、なんでそうなったか忘れちゃったけど、お互いの彼女をどれだけ好きかの戦いになって。あ、君何言ってんだ。これは男のプライドをかけた戦いだぞ。しょうもなくなんてない、ない。ねえ、そんで俺は手始めに携帯の待ち受け過去君仕様のを見せたんだけどさ。え、あれ知らなかった？この間君のとっておき写真が撮れたから待ち受けにしてるんだぜ。何疑ってんだ。君を被写体にして変なものが撮れるなんてことないし。むしろ全部可愛すぎて困っちゃう。これはカメラに愛された結果ってやつで。よし、いった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 、ごめんなさい、ふざけすぎました。可愛い顔してようじゃないな。あ、おお、気になっちゃう感じ。写真はこれ、じゃーん。俺の秘蔵写真、君の寝顔。君が寝てる時にこっそり撮ったんだ。あー、もう何度見ても可愛いな。無防備な表情がたまんないんだ。地上に舞い降りた天使ってやつ。あー、それだ。俺にしてはナイス。え、ちょ、何やってんだ。うわー、おい、俺の秘蔵写真が消された。だってさ、すっごい可愛い寝顔だったんだって。もうこれは待ち受けにするしかないと思うくらい。待ち受けだったらいつでも見られるからさ。あ、はあ、俺の秘蔵写真、君コレクションかっこ仮73が。あ、この俺の秘蔵写真が気になるのか。今のところ125枚あるぞ。いやいや、さっき君に消されたから124枚か。ん？信じられないって顔してるな。それほど君が俺に愛されちゃってるっていうのがわかるだろ。なにその手、携帯はもう渡さないぞ。だってまた消されちゃうからさ。あ、そうだ、欲しかったら取ってみなよ。ほーら、こっちこっち。うわっ、いったったった。大丈夫、痛くなかった。それならよかった。でもいいな、こうやって君を見下ろすの。俺が全部君のことを支配してるみたい。みたいじゃなくて、本当にするのもいいか。話してあげなーって。うわっ、たっ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 て、あっ、俺の携帯、待って。せっかくのコレクションが。ここまで集めるのに結構時間かかったのに。え、誰が悪いって。君じゃなくて俺です。はーい、無断で撮った俺が悪かったです。ごめんなさい。今度からはちゃんと撮るときに言う。約束するよ。へえ。ああ、それでさっき話してた友達と一戦交えた話だけどさ、言うまでもなく俺が勝った。まあ、君への愛の大きさは太平洋よりもやっぱり。ってあれ、どこ行くんだ。あ、え、電気消す。え、もう寝るのか。待てよ。
今夜は寝かせない。俺にもっと付き合えよ。なんて、かっこよく言ってみたりして、驚いた？そうかそうか。かわいいな。ほれほれ。またまた強がっちゃって。この間寝言で俺の名前呼んでたくせに。俺も君と一緒にベッドに入ろうかな。隣にいないと君が寂しがるし。あ、電気消しちゃった。君のことがよく見えないじゃん。確かに寝るって言ったけど、それじゃベッドに入るか。あ、ベッドの脇の電気はつけたままにするぞ。お休みって本当に寝ちゃうんだ。だったら俺、さっき君の写真を消されちゃったから寝顔を俺の心メモリアルに収めるか。なんだよ、毛布で顔隠すなよ。可愛い顔なんだからちゃんと俺に見せてくれないと。ねえってば。はぁ、わかった。君がその気なら、こっちにだって考えがあるぞ。君相手に、手荒な真似はしたくなかったけど、こればっかりは仕方ない。俺を恨むなよ。こちょ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 ー。どうだ、巻いたか。これでやっと君の顔が見られる。もう毛布と仲良くすんの禁止。仲良くすんなら俺としよう。声が眠そうだな。ほら寝ちゃダメ、起きて起きて。それにしても、眠くなった時の君の声って、色っぽいよな。あ、今の、そうかな。っていうのも、すっげーセクシー。そうだ、今の感じで、そうすげー、愛してるって言ってみて。ん？なんだ？照れて言えないのか？本当に君って可愛いね。で、眠くて意識が飛びそうになってるだけじゃん。全然聞いてなかったんだな、まったくもう。よーし、そんな君には俺からのおしおき。ぎゅーって、もう離さないぞ。抱きしめたくらいで驚いた顔するなよ。これからもっとすごいお仕置きするんだからさ。体が敏感になってる。そんなに俺に触れられるのが気持ちいい？それとも期待してるとか？目をつむって。ほら。かわいい。俺に感じてくれてるんだな。だったら、もっと感じてよ。俺のこと。期待しちゃった？これで目覚めたでしょ？
お仕置き大成功。あれ、だって、言ったって、ごめんごめん。明日早いんでしょ、わかってる。だからもうしないよ。安心して。なんで意地悪するのって。え、本気で言ってるのか？そりゃ、健全な男女が同じ布団に入ってみなさい。何か起こるに決まってるだろう。そう怒らない。半分冗談だから。本当はさ、あんまり言いたくないけど。最近、君となかなかゆっくり話せなかっただろ。だからもっと話していたかったのに、君が眠っちゃいそうだったからさ。本当に子供っぽいよな俺。でもそれくらい君のことが、その好き。わがままを言ったり自分勝手なことをするのも、君がどうしようもなく、この手も、君のことも、全部好きだから。え、もっと話していていいって？やったありがとう。でもいいのか？眠くなくなったって？ふん、君もまだ俺と起きていたいんだな。ちゃんと言ってくれればいいのに。ほら、俺といいことしようぜ。なんてな、冗談。君といられるだけで俺にとってはいいことだから。今は何もしなくてもいい。